習相談といって、いろんな課題だったり悩みを持った学生さんが相談に来られるっていうものだったり、あとはこちら側が課題に対するものだったり SPI とかそういうものに対してのセミナーを行っていたり、またピアサポートといって、週に1回の面談を半期通して行うことで、学生さんの自律的な力を向上させるといった取り組みをしております。中には履修そもそもわからないっていう学生さんも来られますし、そもそも自分が何したいかわからないっていう、そういう目的感の相談でも学生さんが来られたりします。スタッフが主体的になって、自分たちで半期ごとに、新規スタッフと、現スタッフを含めて研修を行っているんですけど、その中でも、外部講師とかを招いてコーチングの研修をしたりすることで、その学生と学生っていう同じ立場なので、威圧感を持たずに相手側が相談しやすいっていう環境を整えられるようにしています。英語学習の相談だったり試験学習の相談っていうところで来られる学生さんは、やっぱりそのままできる子がそのままさらにできるようになったりとか、よりいろんなことをさらにできるようになったりっていうのもあるんですけど、課題があるんだけどいろんなマネジメントができなくて提出できなかったっていう学生さんが、僕たちの週1回の面談だったり、学生さんが求めるときに来られる面談で、どんどん自主的に課題が出せるようになったりとか、そういう成長を見れて僕はいいなと思います。